ヤリタナゴは、蒸気孔鯉目鯉か油ぼて属に分類される、淡水魚の一種。ヤリタナゴ朝鮮半島西部と日本に分布する。日本産のタナゴ類としては、日本国内における分布域が最も広範な種である。体長10から13センチメートル。体型は、川平田市たし。タナゴ類としては、体高が低く、禁煙種とされる油ぼてに比べ前後に細長い。体色は、 銀白色で、剣部に暗飯は入らず、体側面にある緑色の反紋も細く不鮮明。種小名ランシーラータは、槍の穂先のようなの意で、和名と、ほぼ同義である。側線は完全で、側線が通る、鱗の数は36から39。広角に地帯の長い口ひげがある。背びれの上巻膜には、油棒手属の特徴として、防水型の暗色斑が入る。 分布が極めて広いため地域によって形態に差異が見られる。九州産のものは特に形態差が大きく、対抗が低く、スマートであるほか、背びれ上数が本州産のそれよりも1から2本多い。オスの婚姻色は産地により多少の差異が見られる。体色は胸部が鮮やかなオレンジ色に、その他は淡い緑に染まる。背びれ前縁と尻びれ下縁、産地によりおひれ中央後端に、 オレンジ色が発色し、下腹部及び腹期、尻びれ下部は黒くなる。メスには淡いオレンジ色の短い産卵管が現れる。流れが緩やかで水草の豊富な河川、湖、地小、用水路等に生息する。植生は雑食で、小型水生昆虫や甲殻類、藻類等を食べる。繁殖形態は、卵性で3から8月にドブガイや松サガイ、 ニセマツカサガイ等の石垣化炭水性2枚以外に散乱する。孵化した死魚はそのまま母貝内で成長し、1ヶ月ほどで母貝から浮き出すする。1年で成熟し、寿命は2から3年である。純絶滅器具開発による生息地の破壊とそれに伴う2枚貝類の減少。ブラックバスやブルーギルの食害等により生息数は減少している。霞ヶ浦では、 大田名護による競合駆逐が問題となっている。2007年には環境省レトリストの純絶滅危惧カテゴリーに記載された。食味が苦く小骨も多いため一般的ではないものの、佃煮やスズメ焼き等で食用に供されることもある。環球中等の寄生虫を保持する可能性があるので生殖は避けた方がよく、加熱調理が必要である。釣りや飼育の対象魚となることもある。 丈夫で人工環境にも慣れやすく飼育は容易である。飼育下での繁殖法としては2枚以外を同居させ自然に産卵させる方法と繁殖期の雌由から卵と生死を絞り出し人工を受精させる方法があるがどちらも管理が難しい。観賞魚としてペットショップ等でも販売されているが日本に広く分布する種とはいえ遺伝子汚染や病気の電波等が考えられるので 野外へ行きしてはならない。ありがとうございます。